皆さんこんにちは、オーブでございます。今回ですね、ポタケに出店させていただくということで、ブランドのね紹介動画を撮らせていただくというところですね。ポータブルオーディオファンの皆さんに、まあ、やはりオーブといえば、ご存知いただいているのがやはりこちらのリケーブルじゃないかなと思うんですけどね、イヤホンのリケーブル、こちらの方でね、オーブという名前をご存知の方は一番イメージあるんじゃないかなと思います。どうもありがとうございます。ですね、それから、まあ、以前はですね、リケーブルの前はポータブルアンプも出しておりましたし、その前はですね、もともとポータブルアンプに参入した時は、ダック付きの西部機のヘッドホンアンプというのも出してまして、そういうところでご存知の方もいらっしゃるかなと思います。ですね、今回それで、まあ、そういうアンプとかリケーブルというところをやっていたんですけどもね、今回ですね、まあ、2年ぐらい前ですかね、ちょうどコロナ禍ぐらいだと思うんですけども、こういったねイヤホンで今ね隣でファッションモデルのミューさんがねつけていただいてるんですけども、こういう透明のね非常に美しいイヤホン、出させてもらいまして、こちらがですね、BA 一発のモデルで、CFIEM というモデルになりまして、それからですねもう一つ、CFIEM ステラという BA 二発のモデルと、まあ、2つのモデルで展開しております。もちろんね非常に、見た目も、まあ、音がいいというのは当然なんですけども、見た目のところも気にしてまして、美しいというところで今ねモデルのミューさんにつけていただいているのがこのセレスティアルフォースコア8というところで、ケーブルになってまして、純銀線の、発信というふうになっております。こちらがですね、もちろんね音がいいというのはリケーブルの当然だと思うんですけども、このようにね見た目も非常に純銀が見えて美しいというところと、まあ、先ほどね持って紹介してもらったケーブルというと純銅の線がこのクリアの外皮で、中の銅がよく見えて非常に、まあ、ピンクゴールドっぽい色でとても肌に馴染んで美しいというふうに、見た目もね音だけじゃなくて見た目も非常に気にしてですね、ファッションアイテムとしても、まあ、皆さんに使っていただけるように意識しております。あとはねこの純銀のコア8発信の線のケーブルなんですけども、値段もね3万円台前半というところで非常にコストパフォーマンスも非常にいいというところで、皆さんにねやはりこうポータブルオーディオをより深く楽しんでいただこうというところで、当然ね音がいいのは当然、すべてね自社の工場で、製造してますんで一本一本ね手作りで、イヤホンもケーブルも自社で、手作りで製造しているので品質がいいのは当然、音質がいいのも当然というところで、このようにね、今横でつけてもらってますけど見た目もいいというところで、あとコストパフォーマンスもいいというところでですね、ポータブルファン、オーディオファンの皆さんにですねよりいいこういった、オーディオの楽しみをですねより深く楽しんでいただけるような製品をどんどんね、リリースしていっておりますので、ぜひね引き続きオーブチェックしていただきたいなと思いますので、また引き続き皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。